三角形になるように縦に半分に折って折り目を入れて広げます。三角形になるように横に半分に折って折り目を入れて広げます。すべての角を中心に合わせるように三角に折ります。左側の角を中心に合わせるように三角に折ります。横に半分に折ります。左の角を内側に折って引き出します。右下の角から斜め上にハサミで切り込みを入れます。切り込みを入れたところから斜めに折り上げます。ひっくり返して反対も切り込みを入れたところから斜めに折り上げます。